にちは、アリコと吉田あかりです。今日はですね、リクエストでも前からすごく多くいただいていたこちらの韓国コスメスタイルなんだから出ているホワイトミルククリームとホワイトミルククッションの紹介をしていきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりの女子力動画スタートです。まずこちら、韓国コスメのスタイルなんだっていうところから出てるものなんですが、まあ、どちらも美白アイテムになるんですけど、まずこちらのクリームの方から紹介していきたいと思います。こちらは、ホワイトミルククリーム。まあ、ウユクリームとも言われています。牛乳の成分でできていて、お肌にはすごく優しいものになっているみたいです。だから敏感肌の方でも使えるっていう風に書いてありました。で、私これ結構前からね、買ってたんですけど、あんまりまだ使わず置いてたんですよね。まあでも、効果がどんなものなのか早速皆さんにお見せしたいと思います。まず右と左で比べたいので、左にだけ塗っていきたいと思います。じゃあこのくらい手の甲に塗っていきます。なんか匂いは、ほんまになんか牛乳的な、ミルク的な匂いがします。私結構もともと肌は白い方なんでね。というわけで比べていきたいと思います。まず、塗ってない方がこちらで、塗った方がこちらです。でもやっぱり変わりますね。こっちの方がやっぱ白くなってはいますね。なんかこっちの塗ってない方の方が結構ピンク味があって、塗った方はやっぱ肌の色に均一性があってめっちゃ綺麗になりますね。というわけで、まあこんな効果があるこちらのお湯クリームなんですけど、すごい速攻で美白になるっていうなんかすごいクリームで、韓国でもめっちゃ話題になったみたいなんですけど、でもなんかちょっとクリームにしては、乾燥するかなって、なんか意外とサラッとしてて、あんまり少量だと乾燥しちゃうので、結構たっぷりめに塗るのがおすすめかなって思います。今結構たっぷり塗ってちょっとしっとりした感じにはなったので、そう、私はま、数回これまでに使ったことあるんですけど、少量だと結構乾燥してくるので、塗る際にはしっかりスキンケアした後に最後にちょっと多めに塗るのがおすすめかなっていうのがありますね。あともう一つちょっと残念なポイントがあってですね、これは、ま、速攻性の美白はすごいんですけど、あんまりこの美白に持続性がないっていう風に聞きました。っていうか、ま、そうなんですけど、塗り続けて美白になるクリームっていうよりは、塗ってすぐ美白にしてくれるっていうクリームだと思っていただけたらなと思います。そうですね。だからその美白を手に入れるっていうか、美白を作るっていう感じのものになるのかなっていう風に思います。でもこれ顔だけじゃなくて全身にも使えるので、私とかだったら、足とかすごく赤くなりがちなので、こういうので塗って綺麗な白にね、していけたらなぁなんて思うんですけど。はい、じゃあ続いてこちらのクッションの方を紹介していきたいと思います。これはまだ私も一回も使ったことないです。はい、開けてみるとこんな感じです。すごい！クッションファンデの真っ白版って感じです。なんかいろいろ調べたんですけど、使い方としては、まあ、ファンデーションを塗る前に下地として塗ってもいいんだけど、これをもうファンデーションとして肌の色をそう均一にして、上からまあコンシーラーとかでクマを隠して、フェイスパウダーをするっていうだけでもファンデーションいらずっていう風にも書いてありました。では早速今肌ね何も塗っていないのでこの上に塗っていきたいと思います。スポンジに塗るとこんな感じです。どうなのこれ。あ、じゃあ半分だけ塗りますね。どのくらい変わるのかとか。なんか甘い牛乳バニラっぽい匂いがします。照明の感じで分かりにくいのでちょっと明るさ落とします。はい、今こんな感じでこっち側だけ塗ってこっち側だけ塗っていない状態です。だいぶてか結構白い。でも塗った感じは結構しっとりしてますね。なんかこの辺の私冬になったらこうなんか天然チークみたいなのがブワーって出ちゃうんですけど、ちょっと軽く抑えたりもしますね。どうですか？でもやっぱちょっとやっぱりこっちの方がワントーン明るい。より肌がなんか真っ白っていう感じなんですけど。でもなんか肌もチュルッと綺麗に見えるので、これに気になるクマとかニキビとかにだけコンシーラーしてフェイスパウダーするだけで、結構ナチュラルな綺麗なオルちゃんみたいな白肌が作れるんじゃないかなっていう風には思います。せっかくなので全部塗っていきますね。はい、というわけで全体に塗ってみました。だいぶ白くない？というわけで使ってみた感想としては、結構私色ムラのある鼻の色してるなっていう風に思うので、こう均一性が出たのはすごく嬉しいなって思います。だからまあ、化粧下地のね、一つとして使えるなっていう風には思うんですけど、でもこっちはね、結構ボディに使いたいなって思いました。こっちはちょっと白肌メイクとかするときに使っていこうかなって思います。でも、ね、私もファンの方に、なぜあかりんそんな色白いの？とかいう風に聞かれるんです
ですけど、そう、本当にもう私あんまりアウトドアなことをしないので、もうお仕事行く時も駅から家までの距離しか歩かないし、その間ぐらいにしか日光を浴びていないので、やっぱでも夏とかも海とかには行かないので、あんまり焼けることはしてないなっていうの一つあります。でも私も元々こんな真っ白けっけじゃったわけじゃなくて、 NMB 入る前はちゃんとしっかり学校のプールの授業とかも受けてたので、もうちょっと肌は黒かったです。でも徐々に肌の色も戻ってくるので、そういう夏場とかだけじゃなくて、普段から日焼けに気をつけるとかいう風にしてたら、まあ、肌はどんどん白くなってくるとは思います。私も本当にもともとその日焼け対策とかあんましてなかった時はもうちょっと焼けてたりとかもしたので、日焼け対策とかするだけで全然変わってくるんじゃないかなっていう風に思います。やっぱりね、下地に日焼け止め成分が入ってるものを選ぶとかも結構いいんじゃないかなっていう風に思います。で、まあそんな日焼け対策もしながらも、こういう美白アイテム使っていくと、より自分の理想の美白に近づけるんじゃないかなっていう風に思いますね。はい、というわけで今日はですね、こちらのスタイルナンダのホワイトミルククリームとホワイトミルククッションの紹介をさせていただきました。でですね、まあ今頃になっちゃって申し訳ないんですけど、前のコスメ収納の動画なんですけど、私の本当に不注意で、こう撮るのが下手くそすぎて、すごいカメラがブレブレで、私編集してる時に私自身全然何も思わなかったっていうのはまず問題だと思うんですけど、画面見てたら酔っちゃったとか、最後まで見れなかったっていう風なコメントをたくさんいただいて、本当に申し訳ないなと思ってすごく反省しております。で、ちゃんとカメラを三脚で固定して、いろいろ工夫して撮影し直して、動画作り直してまた上げているので、そちらもね、概要欄にリンク貼っておくので、ぜひ見直していただけたらなと思っています。前回よりは全然見やすい動画になってると思います。本当にご気分悪くされた方ごめんなさい。もう本当にそういう面ではね、本当ど素人なので、そのカメラのことだとか照明のことだとか、まだまだね、 YouTube1 年ぐらいなるけど初めて、まだまだわからないことだらけなので、本当に日々勉強していきたいなと思っております。これからもよろしくお願いします。あとこれも前回の動画の話なんですけど、紅白歌合戦応援してるよとか、投票したよっていうコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。本当にね、皆さんの投票が無駄にならないように、まだまだ頑張りたいなと思っていますので、まだね、投票期間終わってなくて、アプリの NHK 紅白っていうのをダウンロードしていただくと投票できるようになっていますので、ぜひ応援よろしくお願いします。なんか詳しいことわかんないよっていう方は、前回のコスメ収納の動画で詳しく説明しているので、そちらの方をご覧ください。で、もう一つ大事なことがあって、そのアプリ自体を紅白当日まで消しちゃうと投票が無効になっちゃうみたいなので、年が明けるまでアプリは消さないでおいてください。よろしくお願いします。本当にお友達とか家族とかと応援していただけると嬉しいです。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバーイ。One, one, 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 one,